トレーシー・アンネ・コールキンズは、アメリカ合衆国ミネソタ州、ミノナ出身のアメリカ人女子競泳選手である。1984年ロサンゼルスオリンピックで200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレー、400メートルメドレーリレーの参冠を、達成した選手。 選手として前世紀にあったコールキンズは78年世界選手権で200メートル個人メドレー400メートル個人メドレー200メートルバタフライ400メートルフリーリレー400メートルメドレーリレーの5冠を達成し100メートル平泳ぎでも2位に入り合計7個のメダルを獲得した 200m 個人メドレー 400m 個人メドレー 200m バタフライ 400m フリーリレーは世界新記録で 400m メドレーリレーは大会新記録での優勝だった。選考会で代表権を獲得したがボイコットのため出場できなかった。オリンピックボイコット後。 スランプに陥ったコールキンズは200メートル個人メドレー400メートル個人メドレーで銅メダルを獲得するにとどまった。本来の調子を取り戻したコールキンズは200メートル個人メドレー400メートル個人メドレー400メートルメドレーリレーで三冠を達成した。ありがとうございます。